はい、皆さんごきげんよう、どうも隊長です。今日はね、初心者の皆さんに絶対これだけはやっててほしいね、おすすめ設定紹介したいと思います。もうさっさと行きましょう。まずこれ準備後のドローンね、オートから、まあ、セミオートもしくはマニュアル、僕はマニュアルでやってます。来ました、ディスプレイ。ここが結構肝心。まず VSYNC、 これ絶対オンからオフ。はい、次そして操作ですね。感度みたいなとこなんですけど、コントローラーの回転、そしてエイムアシスト、ガジェットの展開、ドローンの展開、もうこの辺ですね。この辺です。まずコントローラーの回転、クラシック。これアップデートじゃなくてクラシックおすすめです。エイムアシスト、無効ですね。このゲームエイムアシストなんてありません。ガジェットの展開、ドローンの展開、アドバンスにしておいてください。まあ、あとはまあ好みなんですけど、まあ画面の揺れはね、オフでいいと思います。はい、単純にこれはもうオフだな。